お店のやべつっていうのは何か意味はどういう意味なんですか？うちクリスチャンなもんですから、聖書の中に出てくる人の名前で、あ、そうなんですか。で、教会の先生につけて、牧師先生につけていただいたんです。へえ、そうなんですか。旧約聖書の中に出てくる人なんですけど、昔はなんか領地でそのお金持ちのなんかこのいっぱい持ってるとかそういうのでお金持ちみたいな、領地とか羊とか牛とか、でヤベズっていう人は本当はヤベズって聖書にはず「つ」に点々なんですけど、領地が少なくって、で神様にお祈りして領地を広げてくださいってなんかお祈りしたら、神様がそれを聞いてあげたっていう、そういうところが歴代史っていうところに載ってるんですけど、うちのここのお店が小さいから、お店をやるときにその教会の牧師先生が大きくなるように、なるそういう意味がここで。